こんにちは、SD ウィンズのユキとマッサです。本日紹介しますのはこのシャトーという、元台湾製だったけど今はベトナム製ですね。なんだっけ、工場焼けたんですか。工場焼けたらしいと、これセオアリが新製品だよ、ね、そう新しく出た、シバのマーブルの仕様のものですね。あーすごい、今回は8番かな、これは。そうです、8番、開き広、ね、結構広いよね。だからじゃないかな、なんか抵抗感がすごい強いマウスです、うんうん、どう楽器。楽器はね、なんか普通に小ぶりで、小ぶりな感じ、うん、なんかあ、そう台湾製って結構ほらなんか、あ、広いよね。ガーゼラとかのベルトみたいなさ感じですごい広いけど、これはなんか割とコンパクト系、コンパクトでなんかアジア人向けって感じがして使いやすい気がする。じゃあ操作性は結構いい感じなんだ。操作性は普通にいいし、見た目もすごいし、でもこれで20万なら全然ね。うん、これ22、3万ぐらいでしたよね、これね。色これニッケルシルバーなんでしょ、これ。シルバーニッケルでサテンしてある。あ、でもなんかアンティークサテンみたいな。ね、なんかね。なんかこれ、パール、こう黒蝶貝みたいな感じ。あ、だね。黒蝶貝。結構かっこいいよね、これ。いいね、チャラいのが好きな人はこれいいかもしれない。あ、俺黒蝶貝あんま好きじゃないんだよね。なんか、中国製とかってさ。あー、あるね。無駄にある。多いじゃん。そうだよ。これネックはこんな感じです、この。あー、シンボルね。はいはい、シャトーっていうのがあって、で、彫刻がこういうふうにかかってると。で、どう？マウスピースの方。マウスピースはね、なんかクラウドレイキーみたいな見た目なんだけど、はあはあはあ、音はなんかクラウドレイキーよりも太めの。なんかめちゃめちゃ音太いね、これね。音太いね。まあ、抵抗が強いのも分もあると思う。うん。マーブルですね。で、なんかレールがちょっと太いよね。最近の西洋のマウスピース、なんかレール太いんだよね。あれ、ファイヤーもそうだった。ああ、そうだったね。ファイヤーもめちゃめちゃ太いね。でもやっぱり、基本的にはやっぱバフルはすごい。しっかりとステップついてて、すごいしっかりしてますね、うん、今までで一番こう抵抗が強そうな。結構やっぱ芝だからうるさい。あ、そう、うん、なんかほら中音域が音割れる、中音域の音の方をファズらせやすい。なるほどなるほどなるほど。高音域はちょっとファズりやすいにくいなって感じ、うん、ってことは逆に言うと抵抗感が強いってことは、吹奏楽とかああいうやつをやってた人たちが移行するには結構いい感じかもね。逆にね、逆にね、ラバーだし。いきなりセオのメタルやばいもんね。あ、ちょっと。やばいですね。でも、だからそういう、こう、ちょっと挑戦してみようかな、みたいな人にもワンクッション。まあ、これか、あとはガイアか。ああ、ガイアかね。ああ、なるほど、なるほど。これだと大体6万ぐらいなんて。これ6万ぐらい安めではある。ちょっと安くはないけどね。まあ、そう感覚がちょっと、感覚がちょっと俺たちおかしくなってるからね。まあ、ということで今回は、シャトーの、シルバーニッケル、うん、ニッケルシルバーのサテンの、うん、と、シバ、うん、のチバ2のマーブル、うん、8番でした。はい、マサネ、マサネ。